皆様どうもマフロです。はい、今日はですね GRE アノマリ、CA34 ここ行ってみようと思います。レブナントボスですね、行ってみましょう。近くのこの風車小屋から行きます。作ったって話よ。さあ飛んで入るよ。アウチ、思ったとこと違うところに降りちゃったよ。あいつか。とりあえずトシフィックは出るか。あれ？あれ？なんで KO になってんの？あれ弱いぞ。弱いぞ。弓なら余裕だな。まず毒でやられるでしょ。終わった。指で連打してるだけで終わっちゃったよ。あいつの死体どこ行ったっけ。あそこかな。鬱陶しいから弓で撃とう。荒ぶってるやつ。いやもうこの辺は燃やしちゃおう。邪魔だし。この辺で死んだような気もしたんだけどな。ここか、これか。まだいっぱいいる。あ、爆発した。飛んでくるかな。大丈夫だった。ちょっとあまりにもあっけなすぎたんでね。とりあえずここの弓で撃ってるだけで終わっちゃったよ。あれか。ランク独行だからもっと期待してたんですけど、正直強いと思ったら弱すぎた。いただきました、インヒビター。あとはどうしようかな。もう一つあるんですよね。そこもついでに行っちゃいますか。思ったより早く終わっちゃったから。でも遠いかな。行ってみよう。
ボルターがあるよな。あれ、エマゴの完了になったぞ。やばいやばい、叫ばれる。から行きたいよな。よいしょ。なんかアクションに追加されました、アップデータで。なんか死に方にバリエーションが増えてる気がする、ゾンビの。あ、やばい、落ちる落ちる、やめて、水に落ちたくない。思ったより遠かったな。急げー、夜が明けてしまう。え、何？一瞬で死んだけど。こっちの方は手応えありそうだな。どこ？この下か。おお。急に出てくんな。びっくりするだろ。あれだな、飛ばしてくるから気をつけないと。あれだ、あれか、危ない、
死んじゃった。あれ結構体力残ってなかったっけあいつまだ。まあいいか。勝手にお亡くなりになっちゃった。はい、ゲットいたしました。これで、このエリアも終わったかな。あ、ここがあるわ。ここと、ここですね。あと残ってるのね。はい、でも今回はここで終わっときます。どこでしたっけ？最初のところが GRE アノマリー CA34。 今のところが、CA23 ですね。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。